傲慢な態度で靴磨きを受けている様子を描いた教え七つの大罪の一つである。傲慢の象徴である。孔雀傲慢は、おごり高ぶって人を見下すこと。キリスト教では傲慢は七つの大罪の一つに数えられる。また、旧約聖書の信言に、おごる者は久ししからずという言葉がある。自尊心は自分の能力に対する過信を意味する。煩悩は二種類に分かれ。 無名イコール三毒イコール三枠と、悪見からなる。無名は、どん欲、真意、愚痴であり、悪見は、満、義、味である。六つ合わせて、六本能と、仏教の一般有意識派では言う。満は、仏教では自ら他を比較して軽蔑し、自らを頼みたかぶることと、今占められている。満は、また主に七種に分かれる。満か満同等に対しては優れたと、 上等には、同等と高ぶる。万、マ慢、優れたものに対して、逆に自分が優れたとする。我慢、自分の心身を永遠不変の悪と頼む。増上慢、悟りを得ないのに得たとする。悲慢、多く優れたものより、少し劣っているだけのものとする。邪慢、徳がないのにあるものとする。その他、八万、九万などの分類がある。儒教では、教犬が重んじられ。 その反対概念である、ごう、きょう、まんは疎まれる。ブレイズ・パスカルは自分の惨めさという本来の状態に無知であると考えた。彼の示す、救いの道は、キリスト者としての道に従うこととされた。無信仰者がいかに無意、怠惰を克服しても、傲慢に陥ると説いた。ありがとうございます。